皆さんこんにちは、菅の子ゲームチャンネルののこです。レクション続きからやっていきます。じゃあいきますか。前回はかずみちゃんのね、うちのスキャンダルを撮ったカメラマンのところに行ったんですけれども、突然選択肢が出てきましたけれどもまあいいや、スイッチがあるから押してみますが、怖いから。この貧民街って結構怖いところなんですよね。で、怖いんで何が起きるか分かんないから押さない。私は話が途中で途切れちゃったんですけれど、かずみちゃんうちのスキャンダルを撮ったカメラマンの家があると、で、そこに行きますよということです。じゃあ行きましょう。あー、突然の敵。ちょっと待ってくれ、心が休まらない。かずみちゃんは聞いてなかったんですけど、あのバンダナのやつがね、言ってたんですよ。うちが下水道にあるみたいで、あ、ここじゃない、あなんかすごいどん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 危険人物とか上がってくんですけど、これ大丈夫なんですか私で、下水道って言ってたんで、こっちが下水道なんじゃないかと。おっと、なんか違うな私違うところ来たぞ。そこだ、行け、待て、行け、やっちまえ、ほらこの野郎、やっちまえ。なんなんだこの場所は。おーっと、差し物、おーっと、差し物の鎧武者も巨人くんの圧倒的なパワーに押されています。懸命に反撃試みるが、おーっと、そこに巨人くんのバッジが炸裂だ。あー、あぶな。おー、ただいまの勝負、巨人くんの口でっか。わー、なんだよ、今のむちゃくちゃでかいやつは。おいおい、彼を知らないのか。彼はこの格闘技場の一番の選手、巨人くんだぞ。格闘場選手、何それ。ここは格闘場、格闘選手を戦わせて勝敗をかける場所だ。あ、それだけ。私が行きたいのここじゃないな。賭けをしたいのなら、そこの親父に話しかけな。え、こいつらも、あ、自警団だからか。ここに登録されている選手は全部で5人。賭けで勝ちたいなら、おのおのの特徴をつかんでおけ。あ、これ戦うパターンだな。ちょっと後ろに行ける。おーおー、選手が控えてんじゃないのこれ。おー、3人いるぞ。ゴーグル野郎、素早い動きが俺の売りさ。さっき負けたやつじゃない、鎧武者。ここにいる連中はどれも素手で鉄の扉を打ち抜くくらいのことをやってのける。甘く見るなよ。じゃあ私も仲間入りだ強すぎなんだけど怖っ。あ、さっき勝った人だよね。近くで見るとますますでかいな。体の大きさじゃおいら誰にも負けないんだよ。そうなんだ。まあ喧嘩の強さならね、かずみちゃんも。お、こっちに2人いるか。女の子じゃないこの子。女剣士、こう言ってんのは私だけど、女だからってなめないことね。牛、ミノタウルス、人なのかこいつ。あ、仮面かぶってる的な。怖っ、これあれじゃない、実験体ってやつじゃないの。この人なんか雰囲気が違うな。相棒者の女性、同じ人間同士は戦わせるのが娯楽なんて、衰退期のローマを合わせる状況、情報ね。は？この国もそう長くないってことよ。この人なんだ、すげえ上から見てんな。見に来たってわけじゃないのか。下水道私探してるんですけど、下水道ってどこにあるんだろうな、私わかんないんだよ。地理に詳しくないからさ、ここら辺の。あー、ここの人教えてくれるかな、もしかして。どこの扉、この辺は。あ、分かったかも。最初のところじゃないか。最初のところっていうのは、貧民街を入ったところのすぐそこ。何にもないなって言ってたところだと私は睨んだ。おっさん、タレミのものを持ってきたか。え、何にもないんですけど、ごめんね。こっちこっち、こっちになんかない。下水道、あ、わかった、今度こそわかった。こっちでは西地区の人間だな。何にもないか。やっぱりマジで迷子なんだけど。
どうしよう。西地区の人間だ。西地区の人間迷子だった。今頼むって。下水道はどこだ。あー、分かったぞ。この上だ。あ、ちょっと待って。ここここここ、こっちだ。こっち、こっち側だ。あー、なんだ、なんか集まってんぞ。間違いだ、出よう。あ、なんで解決してくれると思ったのに。畜生、間違いだったぜ。地下街この下にあるよ。おー、来た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 。う、なんか妙な匂いがする。階段の音か。だって、これが地下街。どう見たって下水道じゃないか。下水道だよ。え、この地下街は下水道を元にして作られたんだ。少々匂いは気になるが、住めば都ってもんさ。そうかな。まあ西地区から来たかずみちゃんはちょっと辛いかもな。おい、知ってるか。何を。格闘選手の中には研究所で肉体を強化してもらったやつもいるんだと。何十年かの余命と引き換えにな。道を知りたいのか。いらねえぞそんなものは。え、なんだ。そっか、少し寂しい。なんだよ、聞いてやるよ。じゃあ、あんた教えて教えて。地下1階と地下2階は混在しているから、両方をうまく行き来しないと先に進めないんだ。おお、迷路みたいになってんのか。まずはそこの梯子を降りてからずっと右に行けばいいよ。オッケー、了解了解。梯子をまず下りますと、降りる降りる。で、ずっと右に行けばいいっていうことだったので、水の中入るの。そういうことか。あ、これはトンネルってことか。そういうことか。分かったけど、あの、いるし、敵どこにでもいるんだけど。うわ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 、失礼しました。うわ、誰か倒れてるわけじゃないか。気温の変化が少なくて一年中快適に過ごせるし、何よりここの家賃はタダだ。ああ、下水道よ。何時に幸あれ。まあ よかったね。あ、これじゃない、あの羽になりそうなやつ。なんだこれ、紙くずを手に入れた。紙くずはちょっと羽にならないかもな。この上に行ったらどこに出るんだろう。おっと、ちょっと待って。やばいかもこれ。あは、ちょっと待って、降りる降りる。絶対迷うこれは。私結構こういうので迷うんすよね。こっちに行ってみるか。お、なんかあったぞ。こんなところに、お、鉄くず。これは仮になるんじゃないかな。はい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 。結構複雑になってんな。あー、こっちに行けると。お、ちょうど、ちょっと待って。ダメだった。チンピラは強くはなっていないから、まあまあまあいいでしょう。すごい、ちゃんと背景も下水道になってる。素晴らしい。はいはい。今日の稼ぎは鉄くず250、ガラス片100、紙くず5円だから、え、ちょっと待って、もう一回教えて。もう一回、適当に465円。あ、マジで合ってる。イエーイ。さすが西地区は違うね。僕も学校に行けたらな。ごめん、めちゃくちゃ適当だったわ今。全然計算とかしてなかった。鉄くず結構金になるな。ん、こんなところに。よし、200円ゲット。200円ゲット。もう変換してるお金に恐ろしい。っていうか、こんな下水道でなんか307号室とかっていう部屋割りがちゃんとされてるのかっていう疑問なんだけど。紙くずよりは鉄くずの方が高く買い取られるが、やっぱり一番は半回回路だな。機械なんかがよく落とすやつだ。へえ。っていうことは機械の敵も出てくるってことか。で、こいつを押してっと、押すと、あ、そこが来るか。なるほど。さて行くか。いや、今初めて知った、そこに道があるなんて。初めて知ることが多すぎる。ところだけど、ここだね、私が入るところ。行った。よし、オッケー。よーし、なんとか着いたぞ。はい、西地区仕込みの羽毛布団でたまには豪華な休憩を楽しみませんか。今なら1回100円で休憩できます。いや、私はいいです、お金取られそうなんで。懐中電灯なら南の古道具屋が売ってたな。懐中電灯、南の古道具屋。
地下3階の部屋、そこの端が折れて石に行けば行けるけど、地下3階に行くならせめて懐中電灯を持っていかないと。懐中電灯にをもらうにはあれだ、古道具屋に行かなきゃいけない。やばい、積みそう。大丈夫かな。とりあえず降りてみるか。あれ、人がいっぱいいるぞ。あそこ回ってる、いっぱいいるな。ここなんだ。子沢山の父親、四男四女合わせて8人。はあ、どうやって食わせていこう。めちゃくちゃ大家族じゃん。なるほどな、ここが部屋か。これが部屋か。なんだって俺たちがこんな貧民街なんかにブツブツ。大変なのはどこも一緒よ。パパね、リストラされちゃったんだって。だからここに引っ越してきたの。これからどうなるのかな。そうやな、どうなるやろな。隣の親子はいや西地区から来た連中だな。お高く泊まってるからすぐに分かるぜ。あー、そうですか。あなた西地区の人間でしょ。こんなところに何のよ。何食べてんのこれ。ご飯かな。枝豆？サラダ？うちはまだいい方だよ。お隣は8人もいるから大変だ。やば。子供たちが靴拾いしてくれるおかげで何とかやっていけてるわ。兄ちゃんは靴拾いに行ってるんだ。もしかして見た？見たよ。サボってなきゃいいけど。結構ね、収穫あったよ、兄ちゃん。600何円だった気がする。ガチガチ。鍋をかじってる。お腹空いてるんだ。また靴拾いに行かなくちゃ。このジャンクいくらで売れるかな？お母さんはずっと昔に死んじゃったんだって。同じに見えるかもしれないけど、私が一番お姉さんなんだからね。姉ちゃん、お腹ちゅいたよ。姉ちゃんの向こうにいるぐるぐる回っているやつがめちゃくちゃ気になる。腹減った。動くと余計お腹すくわよ。この鉄が欲しいな。鉄欲しいけど、多分家族の収入源だから取らないでおこう。